はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ココアです。今回も第五人格ランク戦時強化室やっていきましょう。さあ、マップはアーカマ教会ということで、お相手の編成は探鉱者、アーカーモリ、冒険家、そしてナキピエロとなっております。さあ、今回ねスポーン選択があるので、アーカーモリ、ターゲットをね、狙っていこうかなといったところなんですが、まあポイントはですね、この編成、探鉱者、墓守、冒険家、そしてナーキピエロというところなんですが、まあこの編成ね、まあ墓守狙っていくじゃないですか、まあいつも通り。でもね、この編成の中にね、実はもっと墓守よりも追いやすいキャラクターがいるわけですね。まあですが、墓守今回上下監視者持ってきているので、存在感をもらうためにも墓守をとりあえず追っております。でこっち側にね逃げてくれているので、とりあえずちょっと一旦潜らせたい。まあ、潜らせるか、まあ一撃与えるかしたいんですが、ここは読み合いで、はい、まあ、ここでね、存在感をもらうことができましたね。でここで墓守狙うのもいいんですが、ここはね相手の、ナーキピエロを狙うということで、ナーキピエロを追っていきましょう。この編成の中で一番追いやすいキャラ、実はナーキピエロだったりするんですよね。まあファーストチェイスね、まあまずファーストチェイスなんですが、ファーストチェイスこのキャラ追えないんですよ、ナーキピエロ。ですがね、今回、この動画を見てくださっている方はね、多分皆さん存在感がたまったナーキピエロ、狙っていきたいなって思うのではないでしょうか。さあ、ここはですね、ベールでしっかりとロケットから下ろしてナーキピエロをダウンさせることができました。これね、墓守に通常で狙うよりもアイテム消費、させることもできるし、結構簡単に追うことができるんですね。ナーキピエロとかって、こう、距離を離す、まあ、チェイスが得意としているんですが、やっぱりね、距離を離すチェイスだとね、板をあんまり、消費しないという特徴が、まあ個人的にはあると思っていて、まあ板を消費しないということはね、結構ベルだったりとか、球根が、まあしやすいわけですね。はい、このようにしっかりと、100発100中ですよ。しっかりと、ナキピエロをね、狙っていくと。まあ実はナキピエロ、まあベルでも下ろせますし、球根でもね追いつけるんですね。球根の方が、早いので、ナキピエロよりも。ですのでね、球根でしっかりと追うことも可能と。存在感がたまればめちゃめちゃ追いやすいキャラクターとなっているわけです。さあ、ここは冒険家に、今回指名手配、上下指名手配つけているのですが、まあ、指名手配でね冒険家移ったので、冒険家狙いたかったんですが、ここは読み合いに負けてしまいましたね。さあ、探鉱者のゴミのような、クソ、まあ、クソ粘着ですね。もう本当にゴミみたいな粘着をされてしまいます。もう本当にね、こんなんでチェス伸ばされたくないんですよね、本当に。探鉱者マジもう修正してくれ。探鉱者使いみんな嫌いになりそうだ。さあ、ここはしっかり読み合いに勝っていきます。まあ、もう探鉱者磁石変わるのが早いな、本当にお前は。さあ、探鉱者の、粘着をどうにかくぐり抜けていきたいが、ここはしっかりとまたスタンを食らってしまうと。でなおかつ、壁もされてしまうというね、もう最悪ですよ、このキャラクター。で自分はそうさっさと帰ると。はい、ゴミです。さあ、ここはロケットダッシュ使って距離を離されてしまいますが、まあね、せいぜいこんなもんですよ、ロケットダッシュ使ったところで。ここはもう黒の、ベールさえあれば、こっちのもんということでしっかりとダウンを取っていくと。ただ、冒険家なのでね、今回いるのが、ちょっとね、暗号機の進捗が早い。しかも無駄粘着、無駄粘着じゃないの。もう本当に嫌な粘着をされてしまったので、ちょっとね、時間変なところで稼がれてしまっていますね。ただまあ、ナキピエロのロケットラッシュももうそうないので、これは、冒険家に指名手配もついていて、救助狩りが狙えるかなといったところですが、ちょっとカバーがいるので、それはいやらしい。いやらしいところ。さあ、ここ打ち抜きたい。どうしても打ち抜きたい盤面ですね、ここは。はい、しっかりと打ち抜いていくと、こうなってしまえばね、こう逆に、全体負荷がかかっているので、めちゃめちゃ戦いやすいですね。さあ、ここはあえて近づくことによって、フレホイールを消費させてしまうと。フライホイールを消費させてしまった、探鉱者結構狙いやすいのではないかと思ったんですが、どうしたものか。ここは、隙を見てね、ダウンさせてしまいましょうか。ただ中央がちょっと回っているので、それをねちょっと、ケアしていきたい。
ただ全体負傷かかっているので、これは相当厳しい試合展開なのではないでしょうか。いやー、皆さん墓森でもいいんですがぜひね、皆さんね、ナーキピエロというキャラクター、ぜひぜひ追ってみてください。本当にね、おすすめなんだよな、ファーストチェイス以外は。ファーストチェイス本当に追えないんだよ。でも白でも黒でも追えないから、ファーストチェイスを、あ、ココアさんの言ってたナーキピエロいるじゃん、ファーストチェイスで追っちゃおうとか、それはやめてください。ファーストチェイスは本当に弱いです。うん、マジで距離差されますから。ファーストチェイスは弱いんですが、逆にね、セカンドチェイス以降を、まあ、狙う機会があればね、今回のような、存在感ももらえて、ターゲットを全然変えられるような盤面であれば、ナーキピエロに、ターゲットを変えるのがいいのかなと思います。結構ね、こいつ遠距離でロケット当ててきて風船攻撃とかしてきますからね。風船攻撃っていうか、あの風船状態のスタン食らわせてきたりするので、結構いやらしいんですよ。いやらしい男なんですよ、こいつは。ナキピエロは実はね。さあ、この冒険家の方は守っていきましょうか。カーペットをめっちゃ回っているので、ここケアしていきたいですね、傘出して。ただ冒険家ももうここまで来たら飛ばしきりたい。さあ、難しいところですが、ここね、弾き方、本当に通電されてもいいように、とりあえず弾き方注意で。さあ、はい、意味が分かりませんね。何が弾き方注意だと。弾き方以前の問題でした、これは。弾き方云々ではございませんでしたね。ただ、ここでしっかりと冒険家をダウンさせることができて、これはつかないんじゃない？釣れるよね。オッケー、釣れるね。さあ、もうこうなってしまえば2通電とね、まあ厳しい2通電ですよ。こんなの墓守さえ狙ってしまえばこっちのもんですわな。さあ、墓守を追っていきましょうか。まあもうそこに隠れているのはね、もうこっちも長年ハンターやってきてますから、しっかりと分かっているわけですね。いたかにはいませんでしたが、さあ、もう入れ替わってしまって、当選簿して、はい、ダウン取ることができましたね。こうなってしまえばもう勝ちでしょう。いやー、皆さんもぜひナーキピエロ等々狙ってみてください。それではね、次の試合を見ていきましょう。どうぞ。さあ、マッパ軍事工場ということで戦っていきましょうか。うん、まあアン使っていこうかな。まあアンね、今回自分、Cバッジを取ることができたのでね、無事に、今回アンを使っていきたいなと思います。さあ、人格はこれでいきましょうか。よし。で、狙いは呪術師か探鉱者ですかね。うん、呪術か探鉱者狙って戦っていきたい。うん、こうなったら探鉱者かな。まあ、呪術の方がね、ファーストチェス狙いたいキャラクターではあったんだけど、まあ仕方がない。ちょっと遠すぎますかね。まあこんな感じで、まあ、ちょっと生実況でね、アン使うの初めてかもしれないんですけど、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、やっていきましょうか。さあ、初手で猫出しちゃってもいいんで、ここは距離を縮めていきます。いたね。オッケー、さあ、スタンした。一撃入りますね、これで。これいかにね、磁石剥がされないで、あ、猫を剥がされないで磁石のスタンを食らうかっていうのがね、結構大事だったりします。そう、あー、マジか、返されちゃったか、あれ。ちょっと鬼没温存したいな。オッケー。まあこれは、ああ、うまい。
ちゃんと見てる。うまいな。オッケー。うん、猫出しちゃおっかな。オッケー。一息入れて、で猫戻して。まあ時間使っちゃったけど、よいしょ。まあ調子に乗るのもね、ほどほどにしてくださいよと。調子に乗りすぎにも注意です。まあ試合展開としては地下連れてるからね。オッケー。救助狩り。いやー強いんだよな、こういうところな。殴っちゃおうか。オッケー。んで猫ついて上に行った。オッケー。いや本当にね、アン最近勝てるんですよ。こんな感じでね、しっかり、丁寧にさばくことができてますね。急速狩りがね本当にこのキャラ強くて、まあ、ボンボンと一緒ですよね正直。救助狩りで壊していく感じ、このこれがねやっぱり楽しい、やっていて。耳鳴り索敵から入っていますが、いたね。オッケー。これで通電されてもね、仲直り潰しもできていますので、これはめちゃめちゃいい試合展開ですね。よし、これで勝ちかな。いや、あんマジで A バッジ狙ってね、本当に今日々頑張ってるので、ぜひね皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。さあさあさあ、光った。最悪。OK、 対戦ありがとうございました。